さあ、神田さんの玉木くんの好きなところを教えてくださいということで、はい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 、もういっぱいあると思うんですけどそうですね、うん、そうなの、そうですね、そうなんだ、いっぱいあるんですけども、そうだな、やっぱり一番ここっていうのがあって、何、玉木の一番好きなところは、お金を持ってるところ。ひどいひどいひどいまあそうだよね、お金を稼ぐ能力って誰にでも備わってるものじゃないもんね。そうだね、他ある、ちなみに他、他はそうだな、そこ即答できないの結構やばいけど、他ある、そうだな、貯金額が多いだろうというところ、そうだね、貯金額は奥ぐらいあるかな、あと登録者数が多いところ、なんか数字の話しかこの人しないけど、なんか確かに登録者もうすぐ60万人でめでたいね、あと自己プロデュース力とマネジメント力が高いところ、マネージャーになってほしいのかな、もしかして、そうだね、確かに、いやいやいや、で、もうこれはあの、なんかあの仕事の能力しか評価されてない気がするんですけど、あれ？そう、あれ？そうですね。他には、他は？他あるでしょ、ほら。他そうだ。ほら、神田、あるだろなんか。あった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 。あったごめんなさい。何？うん、やだもう。ママが絵うまい。は？あの年間の何がいいんですか？いやいやいや、あの年間の何がいいんですか？ちょっと髪の毛短いだけですよ髪切るぐらい誰でもできますからね、神田さん目を覚まして髪切るなら誰でもできます髪切るなんて美容院行って1万円払えば切ってもらえますからね確かに、神田さん、まあ今のは冗談としてね、今のは冗談としてね、なるほど、僕も絵描けますしね、そうそうそう、ちなみにそうだ、そうだね、僕も描けますから、そうだね、まあ結局やっぱり稼げる力って大事ですから、確かにうまくまとめようとしてるけど、何勝手にまとめて終わろうとしてんねん何終わろうとしてんねんまだなんかあるやろ、いやだって今考えたら、あるよ、いっぱいある、いっぱいある、いっぱいある、いっぱいありすぎて言えないってことかな、そうだねなんかそうだねの、うとなんかだの間にだいぶなんか長い棒があった気がする、そうだな、玉木の可愛いところか、そうだな、やっぱり声可愛いよね、神田さん、それは、まあ、声は好みはあるとはいえ、僕は VTuber 業界では割とドブボな方なので、そんなに響かないですよ。いやいや、そんなことはない。違うんですよ。私はいろいろなことで言うんですけども、人の声っていうのは、その人が持って生まれたその人だけのものなので、なんか、例えば声が汚いとか、それこそ一般的にイケボと呼ばれるものとか関係なくて、それは、例えば玉木だったら、玉木だけしか持ってない特別な、可愛い声なわけですよ、あ、オンリーワンってこと、そう、オンリーワンなの、なるほど、だから、それを誰かと比べて、その、なんだろう、私の声は、僕の声はこうなんだ、ああなんだじゃなくて、私はそのありのままの玉木の声が好きだよってこと、好き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 ちょろいなはい、ということで、今だいぶ大暴走しましたが、これ何個入れましょうか、はい、神田さんまあ最後のちょろっとなんで2回ぐらいにしときましょうか、あ、2回でいいんですね、ちょっと優しめだな、じゃあこれ2回でね入れさせていただきます、はい。